ときめきメモリアルガールズサイド3先輩三角関係編を本日もプレイしていきたいと思います。前回は3人でスケートに行ってきたところですね。で、なんかお誘いがうまいことあったからちょっともう1月のデートの予定終わっちゃったんですけど早くもちょっと詰め詰めになってね終わっちゃったんですけれども、来月はねまた森林公園とスケートに行く予定になってます。まあ、だからどっちかを森林公園を今月にしちゃおうかな。ちょっと間がだいぶ空いちゃうんでね。っていうか思いのほかなんか玉尾さんが好き状態になってくれなくて、やっぱパラが低いせいかちょっと服装をずっとどうでもいいやつにしすぎたかしら。今週はバッチリ頑張ったよね。最近の君、雰囲気が変わったというか、良くなったというか。やったね。あ、おいでになった。なんか微妙なラインなのかな。え、そうだ、お買い物に結局行けてないから、そうだ、せっかく今月余裕があるから、明日行こうかな、じゃあね。今日、お誘いするか。すぐね、そうあれなんだよな、先輩たち誕生日が遅いからそれもあってなかなか上がるのが遅いのかもしれない。デートはここでいいか。はい、コンノです。あ、コンノ先輩ですか？藤谷です。君か、どうした？1月23日に森林公園に行きませんか？よかった。うん、大丈夫。したらには僕から連絡するよ。じゃあ1月23日に公園入り口で待ってます。楽しみにしてるよ。じゃあまた。はい、したら先輩にもよろしくお願いします。やった、早く1月23日が来ないかな。で、じゃあカットしちゃいますが、今日はねこれからお買い物の方に行ってファッションチェックを受けて、で次、火曜日かってまだ終わりじゃないんで動画始まったばっかりなんですけどじゃあとりあえずね、お買い物に行ってきたいと思います。はい、今ねお買い物して、ファッションレベルがねマックスにようやくなったところですね。なんかこの時期までどっちも好き状態じゃないって、なかったよ、今までね。あ、下校の週、あ、てかこの音楽は来てくれたんじゃない？やったー、ついてる。いや、今帰り。今野先輩、設楽先輩。はい、そうです。だったら、僕らと一緒に帰らない？どうする？じゃあ、お茶して帰りませんか？お茶か。そうだな、そうしよう。よかった、じゃあ行きましょう。あと2回ぐらいかな、帰れるの。そういえば、ん？なんだ？これは聞いたでしょ？これも聞いたね。これだけだな、聞いてないの。女の子らしさってどういう時に感じますか？スカート履いてたら女っぽい。
そういうんじゃなくて。マニキュアとかもそうかな。へえ、意外に。あの、見た目のことよりも。それは二人の時に教えてやる。あら。え、二人の時ですか？ふん、僕も今は教えられないな。お互い知らない方がいいだろうし。二人の時に教えてやるってなんかちょっとなんかちょっとね、スケベな雰囲気を感じますね。あ、今日は何もない日か。ここでどうだろう、上がんないかな。そういえばもうすぐ今野先輩の誕生日だ。プレゼントどうしよう。早速プレゼント買いに行かなくっちゃ。どれも一リッチみたいだけど何を買おうかな。そういえば今のところ電車好きエピソード聞けてないな。まああるかどうかわかんないんだけど。プレゼントも用意したし、あとは渡すだけ。喜んでくれるといいな。すみません、呼び出したりして。ううん、構わないよ。先輩、今日誕生日ですよね。はい、これプレゼントです。あ、そういえば気にしなくてもよかったのに。もらっちゃっていいの？もちろん、開けてみてください。これ欲しかったんだ。すごいな、君に言ったことあったっけ。最高のプレゼントだよ。どうもありがとう。あ、すごく喜んでもらえたみたい。今週はバッチリ頑張ったよね。勉強熱心で偉いな。先生も褒めてた。やったね。森林公園か。あ、ちょっと聞いてみよう。どうだろう、まだかな。そろそろちょっと。まだだ。あれ、意外と進まない。これはまあ喫茶店でね。なんか、なんでせいちゃんだけ結構グッて離れるんだろう。まあいいけど。ちょっと早かったかな。あれ、今野先輩もう来てる。早いですね、今野先輩。いや、と言っても10分ぐらいだよ。そんなに早く来なくても。人を待たせるのが嫌いなんだ。性分だから気にしなくていいよ。
来たぞ。あ、設楽先輩。なんだ、意外に早いんだな。よし、じゃあ行こうか。ほな先輩。ああ、ごめん、ちょっと見惚れてて。え？あ、その、君の服装があまりに理想通りで。いや、僕の理想なんてどうでもいいんだけど、とにかく似合ってる。うまく言えないけど。今野先輩がこんなに喜んでくれるなんて、この服にしてよかった。寒い。したらは暑いのだって苦手だろ。なんでこんな寒いのに、わざわざ何もない場所に。何もないことはないだろう。冬の並木道は風情あるし、空気も澄んでて気持ちいいぞ。そんなもののために。なんかごめんなさい。お前が謝るようなことじゃない。悪かったよ、文句言って。なんかこう、もうちょっとどうにかならなかったのか今日。タイミングが合わないというかね。えまあこんな日もあるよ。じゃあ帰るぞ。グズグズするなよお前ら。うん、もっと話そう。わっ、びっくりした。肩が凝ったりはしない？熱ならないよ。へえ。うん、もうメガネ汚れてる？肩が凝ったりは。面白いな。熱ならないよ。へえ。温かく。うん、もっと話そう。肩が凝ったりはしない？面白いな君は。肩が凝ったりはしない？後でまた話そうか。何かついてるか。触ってもご利益はないぞ。くすぐったい。どこ触ってるんだ。何かついてるか。触ってもご利益はないぞ。くすぐったい。どこ触ってるんだよ。あ、触ってもご利益はないぞ。くすぐったい。何かついてるか。触ってもご利益はないぞ。手は繋がない。今は。冷えてきたな。雪でも降るのかな。こんな日に森林公園なんて、馬鹿げてると思わないか。というか、馬鹿だった。寒いだけだった。じゃあ来なければよかったのに。その方が都合よかったよ。なんかまた腹話術みたいになってる。お前と二人きりにさせるくらいなら寒い方がいい。あ、これ本当にあれなのかな、思ってるやっていうやつなのかな。もう二人で内緒話はずるいですよ。秘密だけど、話の中心は君だから。安心しろ。余計気になるじゃないですか。楽しかった分、終わるのが寂しいな。なんか笑いすぎた。久々に。家まで送ってくれてありがとうございます。今日はちゃんと休めよ。おやすみ。はあ、楽しかった。また連絡するよ。おやすみ。あ、今野先輩からメールが来てる。
君のおかげで充実した一日になったよ。二人きりだったらもっと良かったかもしれないけどね、だって。やった、今野先輩。すごく喜んでるみたい。あれ、設楽先輩からもメールが来てる。お前が面白すぎて途中から今野の存在忘れてた。どうせなら今度は二人で行くか、だって。やった、設楽先輩。すごく喜んでるみたい。知らない間にストレスが結構上がってきてるな、さすがに。やっぱパラ上げしだすと急激に上がりますね。あ、誘ってきた。藤谷。設楽先輩、河野先輩、どうしたんですか？今度の日曜、この3人で出かけるぞ。羽ばたき城でいいか。城は特に用事がないんだよな用事が、あ、せんちゃん変だったら用事だったけど、ちょっと今はね、あんま用事がないんだな。ドキドキマックスも聞いちゃったしな。あれ、もう一種類あるのかな、よくわかんないんだよな。まあ、ちょっとじゃあ今回は。なんだよ、俺がせっかく誘ったのに。したら仕方ないだろじゃあな。せっかく誘ってくれたのに二人に悪いことしたかな。バイトマスターの方か。そうだよね、琥珀はまだ1だもんね。しかも好き状態になってないと思うし。片付け終了と。今日もすごく忙しかったな。今日もお疲れ様。あ、店長お疲れ様です。君のおかげでうちのお店もだいぶ助かってるよ。そこで相談なんだけど、高校卒業したらうちへ就職する気はない？考えてもらえると嬉しいな。はい。このお店に就職か、ちょっと考えてみようかな。ちょっと一流れ台いけるかな今回どうだろう。来月いつにしよっかな。バレンタインの後がいいな。どうせならちょっとそろそろ本当アプローチを入れて小悪魔レベルを上げに行きたいんだけど、なかなかちょっと好き状態になってくれないからさ。ここでまあちょっとなると仮定して、あ、誘ってきそうだけど、まあいいや、20日にしようかな。誘えるかも。誘っちゃおうかな。じゃあ、はい、今野です。あ、今野先輩ですか？藤谷です。君か、どうした？あ、しまった、せいちゃんにすればよかった2月20日にスケートしに行きませんか？ごめん、その日は用事があるから行けないな。そうですか、じゃあ仕方ないですね。うん、ごめんな。うんだね。2月20日にスケートしに行けませんか？その日はダメだ。まあどっちも好きじゃないもんね。そうですか、じゃあ仕方ないですね。要はそれだけだな。じゃあな。
残念。2月20日にスケートをしに行きませんか？その日はダメだ。2月20日にスケートをしに行きませんか？よかったー。うん、大丈夫。したらには僕から連絡するよ。じゃあ2月20日に公園入り口で待ってます。楽しみにしてるよ。じゃあまた。絶対楽しみにはしてないよね。はい、設楽先輩にもよろしくお願いします。やった、早く2月20日が来ないかな。誕生日か？あ、下校じゃん。あー、どうだろう、来てくれるかな。というか喫茶店断らないで、まずちょっと来てくれなかったら、3人で帰れるまでね、また頑張りたいと思います。今野先輩。よかったらお茶して帰りませんか？いいね。よかった。学校の後の一杯はきっと格別だよ。それじゃあ行きましょう。来たか。来た。いや、今帰り。今野先輩、設楽先輩。はい、そうです。だったら僕らと一緒に帰らない？どうする？じゃあお茶して帰りませんか？お茶か。そうだな、そうしよう。よかった、じゃあ行きましょう。そういえば。ん？なんだ？これは聞いたでしょ？この二つは好きになってからまだ聞いてないはずだから、これにするか。男女の友情ってあり得ると思いますか？ないとは思わないな。あるとは思わない。相手によるよ。この状況で相手も何もないだろう。じゃあ私だったら？ない。ない。バンビ。あ、ミオ、どうしたの？誕生日おめでとう。プレゼント。わあ、ありがとう。中身も気に入ってくれると嬉しい。じゃあバイバイ。プレゼント何くれたのかな。わあ素敵。お風呂に入るとき早速使ってみよう。突然ごめん。今いいかな？大丈夫ですけど、河野先輩どうしたんですか？そりゃもちろん。一途の時は誕生日この服装だった気がするね。あれ、わからない？このプレゼントを私に来たんだ。あ、誕生日。何かのついでに渡すことも考えたんだけど、どうしても今日渡したくて。それでわざわざ、ありがとうございます。うん、そんな風に喜んでもらえるならやっぱり来てよかった。それじゃまた。プレゼント何くれたのかな。そっ
このタイミングで、あれだな、なんか、アクセじゃないのが、すごい珍しい気がする。わあ、かわいい。これ、今野先輩が選んだのかな？料理するときに使おっと。やってるかよくわからないんだけど、デートまでここまで入れたら長くなっちゃうかな。ちょっと微妙な感じだな。なんかそろそろ誘ってきそうかな。どうだろう。ちょっと一向に学力が上がらないかな。バレンタインの話かな。バンビ、帰ろ。ミオ、うん、帰ろ。今年は誰？誰って何が？バレンタイン。今年は誰？そっか、そういえば渡すかどうかは考えてないや。バンビ。隠し事？え？そんなつもりじゃん。誰？ね。あ、もう、騙されないから。失敗。そうか、もうすぐバレンタインなんだ。ちょっとここで、ぐぐっと上がってほしいんだけどな。さて、帰ろうかな。あ、そういえば私、バレンタインデーが近いのにチョコレートの準備してない。ちょっとお店に行ってみよう。いらっしゃいませ。どうしようかな。私はね、奮発して買うわよ。あとは、OK。ありがとうございました。これで OK、 家に帰ろうと。そういえばカレンとミユが手作りチョコを一緒に作ろうって誘ってくれたけど、あ、来たみたい。バンビ、お待たせ。準備はオッケー？チョコの材料買ってきた。ありがとう。それじゃ始めよっか。材料少ないかな。ベースのチョコはどれにする？でもベースは思ったよりあるな。お姉系チョコ。最初のトッピングを選んで。ああ、やっぱ少ない。数に限りがあるよ。あんまり可愛いのがない。なんかなんで覚えられないんだろうこれ。このなんか微妙なチョコチップさ、微妙なのにいつも忘れてて、いつも選んじゃう。なんかには何乗せよっか。
ピングラスト。さ、仕上げよっか。ここ大事だよ。このチョコを受け取る人の好みをイメージして選んでね。ま、これを乗せとけば。ポップだしなんか完成。大成功。まあこれを乗せとけばいいんですよ、なんでも。カラフルでいいね。私はこういうの好き。華やか。バンビの明るさが出てる。うん、上手にできたみたい。どう？バレンタインの準備は OK？ いい加減さ、ちょっとさ、なんか不自然だよね。あの三角関係でさ、好き状態だから、なんかちょいちょい好きっぽいコメント出てくるのに、なんか何もなかったかのように有効みたいなお友達っぽさもすごい出してくるし、ちょっと不自然すぎるから、そろそろ好きになってもらいたいんだけどな。彼、ミオ、二人のおかげでバッチリだよ。うんうん、バンビの手作りチョコをもらえる男子は超幸せ者。頑張ってね。うん、ありがとう。さてと、高級チョコは誰に渡そうかな。高級チョコはせいちゃんね。高級チョコはやっぱりしたら先輩。したら先輩。ああ、お前か。何の用だ。これバレンタインチョコです。へえ、この店知ってる。奮発しちゃいました。そうみたいだな。ありがとう。よかった、したら先輩喜んでくれたみたい。張り切って作った手作りチョコはやっぱりあの人に渡そう。今野先輩受け取ってくれるかな。今野先輩。わ、なんだ君か。びっくりさせないでくれよ。すみません、これバレンタインチョコです。うわ、これは力作だな。店で売ってるのと同じ、それ以上かも。食べるのがもったいない気もするな。どうもありがとう。大事にいただくよ。よかった、今野先輩喜んでくれたみたい。せいちゃんの誕生日か。そういえばもうすぐしたら先輩の誕生日だ。プレゼントどうしよう。早速プレゼント買いに行かなくっちゃ。冬はプレゼントしてばっかりだな、なんか先輩やってると。あ、出た、ティキドール。プレゼントも用意したし、あと渡すだけ。喜んでくれるといいな。
すみません、呼び出したりして。まったくだ。それで？設楽先輩、今日誕生日ですよね。これプレゼントです。ああ、そうか。開けてみてください。設楽先輩やるな、お前。ありがとう。やった、すごく喜んでもらえたみたい。藤谷さん、初めてじゃない、玉尾さん来たの。あ、河野先輩、いらっしゃいませ。これは新作？はい、季節限定の焼き菓子です。美味しいですよ。他のを聞いても美味しいって言うんだろ。河野先輩の好みに合わないと思ったらおすすめしませんよそうか、ごめん。君の言葉を信じてみるよ。4つもらえる？これなんか有効っぽいな。あれまだダメ？今週はバッチリ頑張ったよね。勉強だけじゃ体に良くないもんな。いいことだよ。僕も頑張るかな。やったね。聞いてみよう。なんかでもあの感じさ、まだ有効っぽかったよね。ダメだ。嘘。あれ本当？そう。ちょっと予想外だな。こんな有効長引くか。ああそう。ちょっと長いな、さすがに。ちょっと長いな。ちょっと失敗したかな。まあ、しょうがないか。はい、ちょっと何分やってるのかがだいぶわからないですが、デート前ですが、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。